加賀亮の今を生きる、今回は、FP アセットマネジメント株式会社の、代表ミサ・エスローさんをお招きして、海外の、長期国債分散投資について、お話を伺おうと思います、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、ちょっと、まあ、難しいと思ってなんかとつきにくいんですけど、はい、まあ、投資って言っても僕なんかはなかなかよくわからないので、怖いし、お金損する、すぐ思っちゃうんですよね、まあそれとお金もないのもあるですけども、ちょっとはい、ちょっと、説明していただけると、投資の世界の歴史をちょっと、振り返ってみまして、はい、1600年という、日本では関ヶ原一郎式関ヶ原なんで、世界的にはどういう事件があった時代ですか、はい、まあ、東インド会社、あれが確か1600年ですね、1600年に東インド会社というのができまして、で、その2年後だったと思うんですよ、やっぱり東インドのオランダの会社ができまして、同じ名前ですよね、でそこから株式会社というのが始まりまして、じゃあオランダが先の、オランダの株式会社っていうのが一番最初なんですか、イギリスの方が若干先です。で、つまり株式会社っていうのはよく考えると人類の長い歴史で、たかだか400年ぐらいしかなかったわけですね。で、その前と言いますと、例えばコロンブスがアメリカに行ったとかそういう大冒険をして、で、例えばヨーロッパからアメリカとか、希望法もあってアジアとか行く、当然むちゃくちゃなお金がかかって、それをどうやって調達してたんですか、クロムスとかですと、スペインの王様にお金を出してもらって、行ったりしたんですけど、そうすると船団組んで出かけていって、もし戻ってきたら、大体リターンっていうのはどれぐらいになったとか、例えば100万ドル投資したらどれぐらいに儲かる、リターンっていうか収益は1000万ドル、そうです、もう本当にもう何万倍というのはすごい、リターンがあって、ただの船が沈没するかもしれません、それはね、当然リターンゼロかもしれなくて、めちゃくちゃハイリスク、ハイリターンだったんですけど、でその場合に例えばそのスペインの女王が出せば、まあ、ポンと何個も出せるんですけど、普通そんなに出さないですよね、金持ちいないですよね、だとするとその広く浅く集めて、でリターンをまたそれに返してあげるというのが、まあ、合理的だという、それが東インド会社の始まりなんですか、なってきますので、そこで、まあ、例えば会社のことをカンパニーというわけですよ、カンパニーって何だと思いますか、カンパから来てるんですか、カンパニーとはコムというのは共同って意味ですね、パンとコムとかパニーというのはフランス語でパンはパンって言うんですけど、イタリアのコムパニーというのはその同じ釜の飯を食うっていう、まあ、そういうところから来ておりまして、そのまあ、義務の面も一緒なんだけど、リターンも共有すると、そういうことから株式会社というのが、お金を払って共同責任になって、そう、有限責任で収益、収益でもらうという、同じ釜で飯を食ってお金儲けしようよと、そういうところから会社というのが始まってきてます、次の1868年は、その明治維新なんですけど、1868年というのは投資の世界ではどういうことが起こったか、加賀さんご存知ですか、なんでしょうね、わかんないですね、1868年というのは世界で最初の投資信託ができた年でして、どこでできたんですか、実はイギリスでその、フォリン&コロニアル、で文字通りその海外の植民地、のプランテーションとかああいうのですか、プランテーションじゃないんです、具体的にはそのイギリスの投資家がアメリカの鉄道会社とかに投資して、外債に投資してリターンを得るという、まあ、そういう仕組みなんですけれど、で1868年頃のイギリスというのは、日本の今と同じように、お金はたくさんあるんだけど、まあ、産業が成熟して、製造業が成熟してますので、お金が余っていて投資したいんだけれど、まあ、海外に投資するというのは、なんかよくわからないですよね、それだって専門家がお金をまとめて運用するという意味で、投資信託がその頃からできたというのがあります、それは投資信託銀行みたいなんですか、いや、単純に言うとファンドです、今の日本の投資信託と同じようなものです、じゃあ銀行がやってたわけではない、そのなんとかですね、イングランド銀行とかそういうのが、まあ、銀行がやるというよりは、その、まあ、投資の世界ではその、
販売するところとその運用するところっていうのは別ですので、そういった運用する集団がマナタにできたと。例えばその保険会社みたいな、その胴元みたいなたくさんお金持ってる方がいて、その人が一般の人から集めて、それでそういうところに投資して、そうですね、いろんな人からお金集めるということですね。だからまあ損害は言っている私が保証しますよというような形で、その損害っていうか、まあ保険みたいな、そういう、まあ、保険じゃないんですけど、まあファンドですので、まあリスクあるんですけど、で今の日本の状況っていうのはどういう状況と言いますと、その頃のES とかなり似ておりまして、で今の日本ですと、ご存知の通り、今完全雇用ですよね。はい、で有効求人倍率って言うんですけど、はい、有効求人倍率が正社員でももう1を超えていて、パートとかそういう人はもっと高くて、でみんな職があるんだけれど、まあ、そんなに物売れてなくて、まあ、デフレ状態がついてるという、つまり選ばなければいくつかあるよという感じですか。まあ、職はあるわけですね、はい、職はあるんだけれど、例えば介護とかでもそうですし、20代30代の若者の賃金ってそんなに高くないですし、でそういうふうにお金あるんだけど、まあ、世の中停滞していて、で製造業 もうそんなに発展しないということですよね。そうなるとその、まあ、資金を使ってこうどうやって長期的に資産形成していくかということが重要でして、で昔の価値観ですと、その真面目に勉強していい高校に入って、いい大学に入って、で公務員か大企業になれば、まあ、なんとかなるという価値観があったと思うんですけど、僕の頃はそうですよね。私は昭和35年生まれなんですけど、私の子供の頃ははっきり言ってそういう価値観があったんですけど、今は結論から言うとそういう価値観が通用しないというか、そういう時代になっているのではないかと思います。まあ、それでその長期国債分散投資の方に戻りますけど、基本的にどういうことなんですか、これは。そうですね、まあ、必ずしもどの国ということではないんですけど、まあ、新興国に投資した場合、じゃあどういうリターンがあるかということなんですが、1970年から1989年、日本の株が一番高かったのが、まあ、そちらから見るとこうです、1989年の12月29日、この時に、日経平均が 38,915 円、トピックス、まあ、東証株価指数、これは株全体ですけど、これが2881ポイントつけまして、で株価でいうと1970年から89年まで、むちゃくちゃ上がって上がったんですけど、でなおかつ為替も円高になりましたので、為替が、まあ、2.5 倍ぐらいになったんですけど、でそれを合計しますと、で仮にアメリカの投資家が日本の株を買ったとすると、まあ、その頃はまだ1960年代っていうと日本はまだもう新興国、発展途上国のちょっと次ぐらいでしたので、そうするとアメリカの投資家は実に50倍のリターンがあったという。50倍ですか。1000ドル投資したら5万ドルですか。そうです、円ベースでももちろんリターンがあったんですけど、アメリカの投資家のリターンって非常にリターンがあって、で例えばインドですとかインドネシアとかフィリピンっていうのはやっぱり非常に人口が若くて、昔の50年代、60年代、70年代の日本みたいなものですよね。でそういった国がそのこう日本と同じようにいくかどうかが分かりませんけど、株価が上がるとすれば、まあ、日本人がそこに投資していれば非常に大きなリターンがあるんではないかというようなことをいつもお客様にはお話ししております。ちなみに香川さんは今まで投資というのはやったことはあります？いや、ないですね。いや、何しに投資していいかも分かんないし、まあ、やってもせいぜいビットコインくらいで、投資をもちろんやる方とやらない方といいまして、でアメリカの方ですと普通の個人がやっぱり半分以上はその年金とか投資信託を通じて、まあ、ほとんどの人が個人が投資していて、でアメリカの家計を見ますと大体全体の半分ぐらいが、株投資信託債券という、いわゆるリスク資産になっておりまして、で EU つまり欧州で見てもやっぱり3分の1ぐらいは、ドイツフランスイギリスとか投資してるんですけど、日本はせいぜい 12-3%、 他でも 15% ぐらいしか、そういった株債券投資に持ってなくて、でそういったものがそういったものの方が長期的にはやはり値上がりしてきますので、日本人の場合
今なんていうかリスクを取りなさすぎていて、資産の形成が遅れているという面が、うん、私のうちもね、あの昔ですけど、戦前ですけど、やっぱり戦時国債だの、なんとか国債だの買ってたらしいんですよ。だけど全部戦争でバカじゃないですか。それこそ切符の切ってない国債なんかが転がってましたよ。ああいうふうになっちゃうんじゃないかなっていう心配がありますよね。まああの時は戦争できたからしょうがないのかもしれないですけど、ね、あのあるじゃないですか、こうちぎってこういくらいくらで変えてくれるんですが、ああいうのがいっぱいありましたよ。ああそうですか。国債、国債の今もあの電子化されていたの、当然紙としてないんですよ、はい、私があの、はい、あの小60年に日興証券っていう大手証券に入ったんですよ、はいはいはい、その時あの紙がありまして、やっぱりあの、うん、こういういわゆるクーポンっていうのがあって、ちぎってくるんですか。それが1枚いくらって変わるわけですか。1万円とか、まあ、言っていくことこの、うん、まあ、100万円だとして、はいはい、5% だとすると、その年間5万円、はい、まあ、大体半期ごと利益利子が出るんですよ。じゃあそれは別にこう切って交換というんじゃないんですね。交換というその紙が保存されておりまして、はいはい、その例えば、うん、あの発行されてして3月な3月ですと、うん、半年経ったらこの頃を、はい、やっぱり切り取ってやるんですか。製品切るという作業をしてました、ね、なるほど。いやいや僕もあの子供の頃見たんですけどね、戦時国債って、なんかタンク内かなんか書いたのやつで、そんなものがあります。こう四角、こう小さいタンクがいっぱいこんなのでそれ切ってね、交換するらしいんですけど、貴重です。今でもなんか、いやいや今でも価値があるかもしれません。いやないです。ちょっとした、古本屋さんとかいうところにゴロゴロしてるんで、いや本当にあれはもう昔みたいな、いやうちもまああの頃金持ちだったのかなんか知らないけど、そうやって貧乏だったんだなと思ってね。いや国債とか国家のそういうのは信用できねえなと思いましたね。おっしゃったのは、この投資の世界でのカントリーシックといいまして、あのおっしゃった通り、戦後直後の日本というのはその新円切り替えといいまして、もうそのだって10分の1ぐらいになっちゃったわけですよ。その預金封鎖といいまして、貯金をもう円に変えて、その100分の1になって、あ、100分の1ですか。そうですね、1億円がただの100万円になって、むちゃくちゃ統計が混乱していたんですけど、統計によると卸売物価が大体前から戦後にかけて136倍ぐらいになったという記録もありますね、本当にあの財産が減って、しかも財産税といって、例えば三井さんとか住友さんとか皇族も含めて、あの最高税率 90% ってむちゃくちゃな税率だったんですよ。でもよくそういうのを耐えてこられたですね、三井さんとか住友さんとかね。いや、あのそれがあったためにもう日本の財閥ももう壊滅状態になって、日本の金持ちがもういなくなってしまったです。それはやっぱり GHQ の話なんですかね、それとも、要するにほら預金封鎖しても下ろせなくしといて、で切り上げちゃうわけでしょ。切り下げ、まあ、切り下げですね、切り下げとか、要するにね、1000円のものが10円になっちゃうわけでしょ。そうですね、新円切り替えでも価値が下がってしまったわけですね、だってね、1000円でその頃、例えば家が一軒買えたのが自分になっちゃったら何も買えなかったと、そういうのに、下手すりゃもうご飯食べておしまいとか、そんななっちゃうわけですからね、もうひどいもんですよね、それはね。それは今もその、GDP という経済の規模があるんですけど、でこれが500兆円ぐらい今ありまして、で今日本の公的債務借金が1000兆円超えてますので、2倍ちょっとなんですけど、大体戦が終わった頃もやっぱり同じぐらいの状態になってまして、この借金の増え方のカーブがもうほとんど似ておりまして、じゃあそれはもしかしてそういうこともありえるかもしれないってことですか。預金そうです、全く同じになるかどうかわからないんですけど、この戦前の場合はここで借金をチャラにしたという、そういうとんでもない事件があったということがあります。それは国際的にそれをやればチャラになっちゃうんですか。その元利金の支払い後も、政府とかできなくなる、デフォルト、債務の利払い元本で停止してるんですけど、日本だけじゃなくて、例えばちょっと前にロシアですとか、最近ですとアルゼンチンですとか、国が支払いができなくなるということは、それはないわけではないです、でもできなくなっちゃうから、その貨幣の価値を切り下げるっていうんですか、そして払っちゃうとか、そういう感じなんですか。
払っちゃうっていうか、そのもう支払い自体を止めてしまっていくんですよ、うんうん、アルゼンチンなんか確かも戦後もう5回以上もう何回もそういうことがあるわけですけど、まあ止めるのは分かりますよ、これはね、封鎖っていうか、フリーズさせちゃうんですから、だけどそのフリーズさせておいて、ね、1000円のものを10円にしちゃえば、で払っちゃえば、ね、安くで済むわけじゃないですか。安いっていうかお金たくさん払わないで済んじゃうわけじゃないですか。そういうことはできるんですか。まあ、国債はの以前とは違って、あの自分の国だけじゃなくて、海外からの投資家がありますので、その海外の投資家との交渉ということになりますので、まあそうやって削減にしても、まあ、勝手には削減できなくて、まあ国内ではできるかもしれないけど、海外の人はふざけんなって言われちゃうかもしれないですよね、そりゃそうですね、そうですか。まあ、加藤さんはその投資はなさっていないとおっしゃったんです、その投資しない理由っていうのはその知らないの、知らないのと、それが怖いのと、要するに国債なんかそういう親のそういうのがあるんで、例えば買ったって紙切れになっちゃったらもう最悪だなと思いますよ、まあそんなにお金持ってないんで自分の家が倒れるほど投資するわけじゃないですけども、まあそういう要するに不信感もありますよね、特に戦時国債なんていうのがあったんだよね、昔ね、ね、歴史知ってますから、預金封鎖して、もう出せないようにしといて、貨幣の価値を下げちゃう、それはもうひどいもんですよね、なんでそんなことすんだって言いたくなるぐらいの、まあ、ね、戦争終わったからだかもしれないんですけど、なんとも言えないですけど、でも今の時代にやられたら、ね、迷惑しますよ、本当に。まあ、今の時代でも例えば、ご存知の通りギリシャ危機というのがありまして、でギリシャ自体はなんとか、機関投資家以外はそんなに損がなくて、ギリシャの国債を実は日本で売っていたって知ってます、いや知らないです。エンタテのギリシャの国債というのが日本で販売されまして、私は以前に金融機関に行った時にそういう販売していたんですけど、債券ですと格付けというのがありまして、AAA、AA、はい、BBB、ムーディーズってやつですか。格付け機関としましてはおっしゃった通り、ムーディーズと S&P、スタンダードプラスと、フィッチというのが大手でして、そういうところが格付けというのをやっていまして、BBB までが投資的格債、機関としてから投資できて、WB 以下だと、まあ、ジャンク債というか、ちょっと危ないんですけど、クズの債券のことですね。そうです、国債は大体まあ、WB か WB マイナスぐらいだったんですよ、いくらなんでもユーロ建てでギリシャって先進国だから大丈夫だと思っていたら、まあ、結果的に大丈夫だったんですけど、ああいうギリシャ危機みたいなことが起こりまして、まあ、そういったものは起こらないわけではないですね、まあ、そういった意味では香川さんやっぱり危険だというか危ないというかそういうイメージが強いんです。ただ何巻で聞いたんですけども、まあ、ギリシャ危機だったかどうか分かんないですけども、やっぱりそこでパッとビットコインに変えたっていう人がいたって聞いたんですよね。つまりそこでそのお金をね、価値が下がるのを見越して、そのお金が下がる前にビットコインに変えちゃったと、買っちゃったと、ビットコイン、つまりそこで逃れたっていう人が、まあそのギリシャ危機の頃はその頃はないと思いますけど、ギリシャ危機の頃はまだビットコインってないんじゃありませんね。なんかそれどこだったかな、ロシアの方のあっちのあれだったかな、危機があった時にそうやって変えちゃって、そういう危機を逃れたっていうなんかことを聞いたことありますよね。いや、ロシア危機も確か97年とかそんなもんでしょうから、その頃には仮想通貨っていうのはまだなかった、いや、ロシアじゃなくて、その衛星国ではウクライナのなんとかって、そういう国の名前でなんか、その、やっぱりそういう危機があった時に、そうやって変えちゃって、そのお金を維持できたっていうようなことを聞いたことはありますよね、それはビットコイン関係者から聞いたんですけど、まあ、中国の人とかは今はできないんですけど、一時中国人がビットコインに投資したとか、そういったことがあったみたいですから、だから逆に言えばその仮想通貨もそういう使い方すれば面白いですよね。だって危機の時に買っちゃうんですもん、その、まあ噂で、まあ、封鎖する前にパッとビットコインに変えちゃえば、でそれがもうなくなるわけじゃないですか、でドーンと下がったってビットコイン買うときは一応は維持できるじゃないですか、そういう使い方するって言ってましたよ、そうですね。ただまあ、そういった預金封鎖とか危機というのは、なかなか事前には予測しづらい、まあだけど突然来ますよね、怪しそうだなってのあるんじゃないですか、それで
どん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 物価が上がってるにもかかわらず、貨幣価値が下がってきたんで、そういう時にもう怪しいからもう買いちゃえって言って買いちゃった、そういう話を聞いたりとかです、だから逆に言うとそういう意味ではいいかもしれない、それでいいとこいいんだろうね、今の物価という話が出まして、今は日本もデフレですし、アメリカもそんな物価上昇ないんですけど、アメリカの場合ですと、例えば今までずっと物価が上がってきましたので、預貯金だけですと、もう現金の価値が自動的に下がっていくとなりまして、そのインフレのリスクを避けるためにやっぱり株に投資したというような歴史がありまして、で日本の場合も結局海外にうまく分散投資すれば、その現預金をただ持っているよりもリターンが高いというのがありまして、で先ほど言いました通り、アメリカやヨーロッパはそういったリスク資産、ある程度価格が変動する株債券投資を持っていて、それによってその家計の資産がだいぶ増えてるんですよ。日本人はリスクを取ってないために、この20年資産が増えてないというのは。増えてないんですか、それとも減ってるんですか。減ってはいないんですけど、現金が積み上がっているというだけです、つまり働いた分がそこに注入されてるってことですか。現金を積んでいるだけで、例えば日本のことわざ、中国でもの枯血にいらず、古城やるやつあるんですよ、要するにその枯血、その穴に入っていかないと、虎の子をね、孤児という貴重なものはいらないという、取りに行くには虎の、親の、攻撃も覚悟しながら、危ない目に遭いながらも、取りに行かなきゃ取れないよと、要するにそれは理論的に言うと、リスクを取らなければ、リターンもないということ。そうですね、ハイリスク、ハイリターンではないにしても、危険なこともちょっとなきゃ、おいしい目に遭わないよってことですね。そのことわざが昔からやっぱりリスクある程度ないと、価格は変動するんですけど、長期的に見れば、そういったリスク資産を持った方が、資産形成は長期的にはなせるという、そういう意味では、ビットコインもそうですよね、僕なんかはそれですよね、僕の場合は少額なんで、なんですけど、そうやってね、別にいらず、50円ずつで、みんな、周りの人は毎日知ってるけど、いいやと思って、自分のできるだけのお金でやったけど。意外とお小遣いになったりはしましたね。そういった意味で私はこれまで長期国債分散投資ということを言ってきたんですけど、ただごく単純に言うと結論から言うと、儲かるところに行けばいいというだけの発想を持ってまして、で今言いました通り、その1960年代70年代から89年は日本の株土地が儲かりましたね。だったらそこに投資すればいいし、それ以降は日本株全然ダメだ、土地もダメなんだから、だったら海外の株や債券投資すればいいし、で今もし仮想通貨がいいのであれば、そっちに行けばいいだけの話だと、単純に私は思っておりまして、その辺をちょっと柔軟に考えていったらいいかな、やっぱり頭を柔らかくしないといけないんですね。福川さん自身はその仮想通貨の投資ってのは結構おやりになってますか。いやいや、そんな何百万とか何千万ってそういう意味じゃなくて、せいぜい何万円か何十万ぐらい、それでもね、例えば僕今ビットコイン持ってなかったんです。昔7万ぐらいの時に買ってて、2種類とか持ってたんですよ。じゃあむちゃくちゃ儲かったんじゃない。いや、ところがビットリージョンにつぎ込んじゃってそれがパンになっちゃったんです。ビットリージョンってのはどうなったんですか。ビットリージョンっていうのは証券会社みたいなもんで、そこが詰まっちゃったわけですよ。そうですね、だから20ビットぐらい突っ込んどいたんですけど、それがもうダメだって、ハイプって言って、1日 1% の利子っていうような感じで、どんどん最初は良かったんですけど、でそれでね、最後には詰まっちゃって、全部パー、今の計算でいうと21兆以上あったんで、20ビットで今はもう、今200万としたら、4000万くらいあったんですけども、全部パーあったんですかどうしようもない。だからあれがね、捕まえたらすごいなぁと思うんですけど、それこそそのコインチェックとか、それからビットフライヤーとか、ああいうところのウォレットに乗る時に一番良かったんですけど、今まさにおっしゃった通り、それが分散なんですよ。はいはい、ビットリージョンってのは一つの、例えば株でいうと東京電力みたいなものですよね。そうですね、その分散投資する場合に、基本的にいて東電と関電と中部電力、3銘柄分散機関は普通はいないんですけれど、ただのその3銘柄でも 3.11 が起これば東京電力 100% よりはマシですよね。そういうリスクヘッジってことですね。分散の大切さですね。そういうのを分散投資っていうことなんですか。つまり安全を、例えば1個潰れたぐらいではビクともしないということですよね。その投資信託に投資しますと、そういう分散を自動的にやってくれまして。おお、そうなんですか。
日本株ファンドであれば日本株のだけの話ですよ、うんうん、国際的に分散投資すれば、例えば日本の経済がこうなっても、うん、他の国がこうなれば、うん、こっちの方が良くなって、うん、こっちがこうでもある程度こう緩和するという、まあ、それが分散の。それは何、分散投資ってのは自分の意思じゃなくて、その証券会社に頼めばすぐできちゃうんですか？うん、いや、いろいろなやり方がありまして、うん、その私がご紹介しているものですと、うん、そのご自分で投資先を決める、うん、ファンドを決めることもできますし、うん、投資信託の組み合わせ自体をあるところがやってくれますので、うんうん、投資家の方は毎月例えば何万円とか10万円とか定期的に積み上げてお金を払っていけば、うん、毎月とか支援とかいろいろあるんです、うん、そうするともう、うん、投資先をもう別の人が考えてくれる、何も考えなくていい、それで適当にこう分散してくれる。そうですね、そういうのもあるんですか？で、分散投資をしても、うん、今までの実績ですけど毎年かなりのリターンが上がっているという、そういうこと。あ、じゃあそのリターンはある程度は保証までいかないまでも大体こういう見込みですよってことで数字が出るわけですね。そうです、別に保証ではないんですけど、うん、あくまで過去の実績なんですけど、非常に安定した、うん、だからこういう過去にはこういう収益を上げてますから、これは大体もしかすると未来はこうですよっていうようなぐらいの指標を出すわけですね。そうです、過去のこの、まあ、保証はしないけど、これぐらいのリターンでいくと複利でこれぐらいの、うん、資産が形成できます、ね、そういう意味としてある程度だから数字を出してるわけですよね。そこでね、数字で確定の数字じゃなくて予測の数字をこういうふうに将来なる予定ですと、予定って言ったら私かもしれない、なりそうですよと、でそれだから投資してくださいっていう形で、でその場合もリスクをどれ、リスクとは変動ってことなんですけど、はいはい、リスクをまあ低レベルか中レベルか高レベルかとか、うん、それも選べまして、でこれぐらいのリスクを取ると、うん、まあ、これぐらいのリターンじゃなるみたいな、うん、そういうことでそれはまた選択することができる、うん、ちなみに何パーセントぐらいなんですか、そのリターンっていうのは。例えば元金1000万あったら、いくらぐらいリターンなんですか？まあ、これはあくまで過去のデータなんですけど、うん、はい、過去5年間で、まあ、8% ぐらいとか出ておりますので、うん、じゃあその、そうすると8%で10年運用したとすると複利で単純に言うと資金が2倍ちょっとになるという、はい、そんなイメージです。昔のあれですね、郵便局のあれみたいなもんですよね。なんだっけ、定額預金、要するに 7% で複利で回すんで10年経つと1000万まで入金できるんですよね。それで10年回すと2000万になるっていう、倍になるよという感じなの。まあ一時みんなでやってましたけど、そういう、要するに 7% くらいだと本当に10年の倍になっちゃう。まあ10年ちょっとかかりますけど、はい、そういうふうに言われました、ね、まあまあ良かったですね、まあ、そういったあくまでその、うん、リスクを抑えながら長期的に資産を形成していただくと、そういったことで、お客様には話しております。例えばその長期分散投資っていうのは、8%、 仮に 8% したら複利なんですか？まあ、要するに毎年仮に 8% だとすると10年弱ぐらいで、だから、まあ、9年ぐらいで複利ってことですか？要するに利子がまた利子を生む、利子が元金に加算されて、その元金からまた利子が生まれてっていう形なんですか？利子というか、もう一定のプログラムでやっておき、いきますので、国債みたいに利子が払われるというわけではないんですけど、いやだから10年間の間どんどんかけでしょ。例えば日本ですと、そのいわゆる毎月分配型の投資って結構多いんですけど、仮にそういうのをやるとせっかく増えても、その分離されちゃうわけでしょ、を払い出して、で元金は同じになっちゃうわけでしょ。実際にはこの5年に分配金払って 20% ぐらい税金を引かれてまた再投資するという非常に非効率なことをやってるんですけど、それだと余計なコストがかかります、ね、そういったことはやらずに、もう毎年毎年継続して投資するというやり方です。つまり僕の言ってるのは複利ですから、まず基本のお金があるじゃないですか、で1年目に例えば 8% 100万円だとすると、まあ、108万になってます、ですよね、で108万が2年目になるとそれにまた 8%、まあ、1.08、っていうことですよ、そうすると複利ですから、どんどん増えていくんですよ、ね、そうですね、単純に言うとそういうことです、つまりその元金に、利子がつくんじゃなくて、元金プラス利子にまた利子がつくってことですよね。そうです、108% の、まあ、通常その毎月お支払いいただいておりますので、最初に100万やって、そのままその100万がずっと、続けばいいという、ことではなくて、まあ、どんどんお金を足していって増えていく、まあ、足していくわけですか、また違ってきますけど、もっと複雑になります、そういうやり方でやっていただきます、
じゃあそろそろ、結論に、したいんですが、はい、じゃあ長期国債分散投資ということでちょっと、はい、2部でね、ご説明いただいたんですけども、はい、それはどういうメリット、まあ今の時代で、はい、その全然お金が回らない時代じゃないですか、はい、それでまあお金持ちはお金持ち、普通の人は、まあ、ずっとそのまま、まあこれを三沢さんはお勧めするってことですよね、はい、うん、とそこにどういうメリットが、これ非常に単純なプログラムなんですけど、うん、はいはい、人間っていうのはやっぱり、うん、株でもなんでも値段が上がると買いたくなって、うん、はい、下がると怖くなって買わないという性質がありまして、はい、で本当は当然逆で下がったところで買って、うん、はい、上がったところはむしろ売りは買う数を減らすべきなんですが、はい、そういったことはなかなかできませんので、はいはい、もう機械的に毎月なら毎月買っていくと、はいはい、そうすると全体的にコストが安くなって、はいはい、なおかついろんな資産国に分散しておりますので、はいはいはい、リスクも抑えられて、長期的にそういうことなんか、極めて機械的に何も考えなくて、はい、この銘柄を買うべきかとか、このファンドがいいかとか、はいはい、そういうことも何も考えなくていい、それの方がかえって安全だったり、その利率が安定してていいとか、その方がいいってことです。投資家のことも全く何も考えなくて、うんうん、その画面を見て自分の資産状況をご覧になるのは自由なんですけど、うん、多くの方も自分の資産がいくらあるのかとさえ、まあ、全然関心を、まあ、そのままで10年ほっぱらかしておいて、もうほっとけって感じですよ、はい、それでまあこれでなったよ、よかったね、結果的には増えていたって、まあ、その方がいいわけです。じゃあそれがおすすめだってことですね。そうです、もちろんチェックしていただいてもいいんですけども、うん、もう本当にもうほっとくというそれが、うん、そんなほっといても安心なぐらいのものだということですよね、長期国債、そうですね、これまでの実績ですと確実に増えておりますし、うん、まあ、世界の経済が発展する限りは理論的には資産も増えていくであろう、ではそれは三沢さんのおすすめだと。そうですね、そういったやり方が一番、まあ、今の時代にその財産形成するのには非常にいいですね。わかりました、はい、どうもありがとうございました、はいはい、今日は、FP アセットマネジメント、株式会社代表の三沢悦郎さんをお招きして、お伺いしました、はい、どうもありがとうございました、はい。